ございます。よろしくお願いします。お前先輩の感じの、いや違う違う、ゆたかさんの何がだよ、ゆたかさんの登録数とか登録者数とか、ああ実態を今調べてたんですよ。いや今調べることじゃなくて、まあ、日々お前、いやいや意識せんかいな。改めてゆたかさんのメガチャンネルが今どんな状況なのか確認必要でしょう皆さん。いやいやそうじゃなくて、その前に知っとけっちゅう話だよ。すいません、いや一刻一刻変わるじゃないですか。いやそんなに変わらんよ。今朝6時の状態と今こう昼頃の状態との違いをもうこの午前中だけで1万人ぐらいターン行ってる可能性あるわけじゃないですか。行かない行かない今行かないやじゃあガンちゃんメルカリ、お前1年経ったよな、はい、YouTube、はい、どないやねん。いや僕は順調にコメントを入れております。本当かよお前、なんか伸び悩んでるやないか。いやでも伸びてません。そうだろ。だから視聴者は何を望んでるかだよな、うん、そうほんまな、はい、だからそこ大事やから。いやそれはあの僕ら先輩チャンネルで豊さんがいて片岡さんがいてで佐藤ちゃんがいてで僕4番目に入れてもらったじゃないですか。一番の違い何か分かりますか。なんで一番の違いは僕一人ぽっちなんですよ。いやそれはみんな努力してお前連れてこんかいな。もともとみんな一人ぽっちですか。もともとは、いやも俺は違う用意どんで、なんかすごく弁の立つべっぴんさんはまあまあでもそういうのも色も変えながらいかないとな。そうですね。ああ僕もこう他力本願じゃダメですね。そうだお前なんか、はい、チアガールかなんかを連れてきてどうのこうのっつってやっとったやん。苦肉の策でスタッフ系と何がニーズに応えれるかっていうのをいろいろ模索中です。まだ模索してんの。模索です。1年だ。いやいやもうあれですよ、ガンちゃんね外だよ外。おいいですね。いや札幌の入らない店をこれタカさん企画でやってんだけど、はい、入らない店を本当に食べに行って、あこれはまずい、これはやっぱ食えんわとか、本当に美味しかったら美味しいって。野球以外でもやっていいと思います。いやいいと思うよ。その代わり野球につながった方がいいけど。あそうですね。まあ例えば札幌来た時に遠征先のチームが、はい、がよく行く店を紹介するとか。ああなるほど。よく行く、ああそう情報を得て、そうそう情報もある程度知ってます。そうそう、それで 何をこう美味しいと思って来てるのか居心地なのかっていうことですね。そうそうそう。新婚となったらすごいなアイデアが。さてガンちゃんうるさい。新婚やもんね。いやいや僕も自分らあのね、まあ日本ハム担当みたいになってるじゃん今。ああはいはい。なやっぱりみんなが気にしてるのは清宮の動向だよ。すごい気になると思います。どうなん今2軍で修行してます。まあもともと年齢にしても技術的にも修行中の打者じゃないですか、うん、はい、修行中のその選手が僕思うにはやっぱ組織が彼に、まあ、苦いも甘いも、うん、いろんな水を与えて、うん、やるべきじゃないかなと思うんですけど、ちょっと甘い方。お前キャンプ見た時どう思った。一生懸命本人に取り組んでるんですけど、うん、なんかこう自分の好きな練習ばっかりして、うん、ドリルがあんまりこう苦手克服には向かってないかなと、うん、まあ確かにあのいいところを伸ばすのは当然なんですけど、うん、ちょっと苦手な方が。清宮のいいところって何だと思うじゃん。長打力。それだけでしょ。はい。と、今は竹すぎているバットコントロール、それが僕邪魔してると思ってるんですよ。あれなんで直さない。いやそこわかんないですよ。小笠原バッティングコーチが栗山監督がどない思ってるかですよね。どない思ってそこに着手してるか。いや俺はキャンプ行って実際見たでしょ、はい、俺映像だけで見たんだけど、解説者誰だったかな。いや清宮良くなってますよって、あ言ってましたね。どうのこうのって言ってた。右の壁がどうのこうのとか、ひちょりと稲田が あのすごく良くなったと。全然いいと思う。バッティング練習でですか、うん、それはフリーバッティングぐらいプロのバッターだったら飛ばすよ、はい、ね、飛ばすし当たるよ、はい、それを一番の欠点ってこう据えしていくことなんだあいつは。それを褒めている解説者もいました。まあやっぱこう据えする、まあ、いろんなタイプいるじゃないですか。まあ言うたらイチローも据えする方じゃないですか。イチローは据えして止まるところがあるんだ、はい、なるほど。ガッといった時にそう、はい、止まってこっからもう動かないんだよ、はい、こっちも肩も我慢しまくりますよね、はい、で腕で打つから打てる、はい、だからそれはやっぱ体重移動で止めるっていう動作が難しいから、はい、みんなやらないんだよ。どちらかというと松井型をやるんだよ、はい、後ろに残して打つという、はいはい、スウェイしないという、はいはいはい、
だからピッチャーで言えば右足に乗らないでもう前に出ていくだけのピッチャーなの。それは感じますね。僕個人的にピッチャー目線で清宮がどんなバッターだったら嫌なのかっていうなると、僕はバリー・ボンズみたいに、うん、で今の大谷みたいに、うん、その場でバーンと、あ、そうそう、それやられるとすごい嫌なんですよ。あ、なんか俺の用意してたコメント取られたなお前。いやだからあいつ真似でもいいと思うんだよ、はいはい、だから言った大谷、はい、やっぱこう速いボールに対して対応していく、はい、右足だけ出して残しとく、はい、で体の力で打っていく、そうそうそう、はいはい、あれでいいと思うんだよ。ほんで打った後に、まあ、映像で言うと右足がペロッとめくれるような、あ、それでいい、だ右の中田左の清宮ぐらいの大砲打ちでいいかなと僕は思ってるんですよ。いや、そう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 、あ、やっぱ打者目線でも清宮はそれの方が光ると思われます。だっていいバッターってさ、はい、絶対出されないでしょ、はい、お前ピッチャーでこうやって投げてて、はい、例えばチェンジアップだカーブだって言っても、はい、流れてこないでしょ、ピタッと止まるでしょ、ええ、清宮全部流れるの。そうですね。で最後あーってもう流れ流れでセカンドゴロショートゴロ、で特徴は何つった、スラッガー遠くへ飛ばす長打、そうでしょ、はい、流れたんじゃなかなか長打生まれない。そっか、こういう当たりばかりですね。だからやってることがもう全然違うんじゃないかって俺なんかは見てしまう。でもファームの試合に行くとあれで、まあ、結果出るんですよ、ホームランが ね、はい、それは何でか分かる、まあ、単純にピッチャーのレベルの違いですけど具体的には分かります。いや、精神的には余裕があるから。あ、だって失敗したって次があるじゃん。はい、でも1軍だったら失敗したら変えられるとかさ、2軍に降格されるっていうのがあるじゃない。だからそういうプレッシャーがないから打てるんだ。だから自分のあいつが自分のチームになったらすごく力を発揮すると思うけど、はい、まだまだ中心に置けるような選手じゃないじゃん、はい、だからなんであれを教えないんだろうなって思う。なるほど。俺はねバッターボックスの姿で見るとよくちょっと小柄なバッターが塁に出てどうにかしたいっていう選手いるじゃないですか、うん、あんなバッティングに見えるんですよ。うん、転がして三遊間に転がして塁に出てかき回したいという、まあ、アベリージを積み重ねたい打者の打ち方に見えて、もっと2割5分でもいいからホームラン35本打つようなあんなバッターになる、なってほしいじゃん、なってほしい、なるのを期待してるんですけど、いや、なれるんだよ。あ、でもそれをやっぱりさせないっていうのがさ、育て方、うん、育ってるか1年目と変わってないですよね。変わってないよね、はい、だからなんで一軍にいたのっていうことで、日本ハム担当どう。これはいろんな監督発信のコメントや球団方針とかも僕ら入ってくるじゃないですか、うん、まあ表向きのコメントですよ、うんうん、彼にそういう二軍では打つから、うん、一軍でそれを経験させその景色を見させながらそのレベルで彼を育てたい、そこで一枠をずっと使ってたんですけど、うん、もうしびれ切らしたっていう状態 now。いや俺はオリンピックの候補からもう完全に漏れるじゃない、はい、清宮を取るときにオリンピックは東京オリンピック間に合わせるっていうふうに言ってましたよね、はい、オリンピックのもう主力メンバー主力メンバーにならすって、はい、その構想が崩れたから2軍に落としたんだよ、はい、それは清宮にとってはさ大迷惑だよ。うん、やっぱあれだけの素材を育てられなかったら、ああ日本ハムの責任って大きいよ。責任を取り沙汰されるようになりましたよね。いやもう逸材だから。あ、そうですね、うん、あれだけ飛ばす能力あるバッターそういないですよね。いやだからあれが広島に入ってたとしたらソフトバンクに入ってたとしたら俺全然変わってると思う。そういった意味では僕は津軽海峡の向こうでも全国でも清宮 の育成方針では2軍で1年間でも4番でフルシーズン回すような、うん、そういう時間と、ほんでファームですから夜間練習でドリル、うん、彼に取り組まなきゃいけないそのドリルをガンガンさせる、もう野球漬けの1年は必要だということをコメントしたんですよ、うん、いやね、やっぱ津軽海峡の向こうで喋ってる解説者優しい、日本ハムに忖度入ってるわ、入りすぎだわ。最近僕ちょっと忖度の壁バーン取りました。いやお前なんか日本ハムが一方的になったらお前喋られんかった今日の野球のポイントはって言ったらあの人が被ってた帽子ですねってお前どういうコメント残しとんのお前、あれそれはあかん解説者としてそれはふざけすぎやから。
すいません聞いてるから、すいません、ほんますいません、いやいや、よくご存知で、いやそうだよ、はい、まあ知ってるよ、あの人の妻がピンってなってたことがないってよく聞いてるやろ、よく聞いてる、俺もまあテレビの前で笑い転げたからこいつなんちゅうこと言うんやってふざけんのもほどがせえ、だって開幕から全然勝ち星ですに、そうや、実況からコメント求められても、どうですかヤオさん、ファイターズ今後どうしたら知るか、まあそりゃそうやな、そうだからちょうど目の前にモニターに飛び込んできたある選手もこんな恐れ続くしかなかったんですよ、あー苦しかったな、まあ、はい、ロッカーハムの苦しさってまだまだ続く、いやもう今今日清宮が話題になったじゃないですか、ああいう期待してた選手が変わったなっていうぐらいガーッ出てきた時に、でもさ斎藤佑樹でも契約を何のためにしたんだっていうことだよ、いやするんだったら、はい、使えって、はい、もういい年でしょ、はい、30超えてんだよ、32だよ、はい、そうですね、30のピッチャーがまだバッティングピッチャーです、契約してくれたんだったらやっぱ使わなあかんやろ、はい、それとね出てくる選手出てくる選手が線が細すぎる、すぐ怪我する、はい、野村にしたって、はい、うわどういうことアクシデントも込み、アクシデントもよくアクシデントだからしょうがないって言いますけどそうじゃないですよね、いや名が故障しないから、そうですね、ガチッとしてたらそれ回避しますよね、そうそう、いい選手がいなくなってる、はい、でコンちゃんの DH も気にいらない、あまだ若いですし、若いし FA なんだ今年、はいはい、DH のあのタイプ他の球団が欲しがるか、やっぱ守備でもいける、そう万能な選手じゃなきゃ FA 市場は騒がないですよね、そうだよな、はい、豊さん何もう豊さんの今日のいろいろな私へのレクチャーで僕は一層忖度の壁をグッと下ろすことができますお前目泳いでるよ、ね、いや本当です本当です分かった期待しますよ、はい、お願いします、はい、はい。